はい、皆様ハッピードベちゃん TV のすごいお腹のおっさんです今回ですね、えー、私がね過去にね肺炎に2度ほどかかったことあるんです、えー、その時のお話をちょっとさせていただきたいと思いますなぜかと言いますと今回ねいろいろねコロナウイルスとか肺炎とかあるんでもしねこのような症状、まあ、自覚症状があったら肺炎を疑えじゃないですけどそういうことがねもしね皆様にこういう状況はこれ肺炎の症状だぞーなんていうのが 分かっていいいいただけばいいと思いま,すまあこれがねコロナかどうかの肺炎とね関連性が同じような症状が出るかちょっと分かりませんけど私の肺炎の場合は一つはねあのマイコプラズマ肺炎っていうこういう肺炎にかかりましてでもう一つがね風邪をこじ出しての肺炎なんですよねまあちょっとねウイルス性の肺炎とまた違うと思うんですけどもでその時にねかかったことをちょっとお話ししたいと思いますまず最初この小学校6年生の時ですね 当時11歳かな、12歳だかの時にマイコプラズマ肺炎っていうのがかかったんですが、その時はね、普通に平日朝学校に行きました。で、学校に行って授業を受けて、えー、1時間目の終わりぐらいから、なんだかこの辺の脇腹が、なんだか痛いなーっていう、チクチクして。で、別にね、その時はね、あのー、特にね、その、息苦しいとか、えー、咳が出る、このような症状はないんですよね。そしてね、 えー、3次元目、4次元目になってくると、その痛みがどん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 増してね、もうチクチクズキンズキンっていう形で、まあね、今、大人になるとね、いろいろね、神経痛とかあるんですけど、そういうような痛みの感じがしたのかなって、当時、子供なんでね、そういう神経痛とかあんまりないんで、えー、運動しすぎたとき、筋肉がね、あのちょっとね、あの痛くなるような、そういうこととかでなく、なんだろうなーっていうのがあって、そしたらね、なんかね、学校に出て,て、なんかちょっと体がだるいなーって、おそらく微熱があったんでしょうね。 でその時はね5時間授業だったんですけど給食食べたあとに何かむせるような席が今度始まってきてで、まあ、授業を終えて家に帰るその間も脇腹が痛くてずっともう押さえてこうな右に斜めにかがむような形で学校から自宅に帰りましたえ家に帰ればね当然母親がいたんでね母親に話をするとじゃあ父親がね えー、夕方帰っていくから一緒にね、当時、かかりつけの病院に行きましょうということで、で夕方、連れてていただいたら、まあ、風邪ではないでしょうかということでお薬をもらいました。で、その日はそのまま帰ったんですけど、まあ夜中にね、この熱がね、一気にね、えーまあ、当時病院行ったとき37度、8分だったんですけど、一気にね、39度の半ばぐらいまでいきまして、39.5、6度でしたかね。で、そのような症状で,で続き、相変わらず脇腹も痛い状況が続いてました。 でね、それ、ね、まあ、これじゃまずいということで、朝ね、また父親が仕事を休んでもらって、病院に行きました。そうしたら、レントゲンを取りましたら、ああ、これ肺炎ですね、って医師に言われて、で肺炎なので薬を、別の薬を、抗生物質の薬を渡します。それでね、家で安静にしてくださいっていことで、自宅に帰りました。ほいでね、またその薬を飲んですけど、夜中もね、ずーっと39度、もうね、夜中にはなんか40度ぐらい超えたらしくて、 さすがにこれはまずいということで、またね、次の日父親がまた病院に連れてってもらって、そしたらね、もうこれは入院しなきゃいけないっていう状況だったんですけど、まあそれまでの過程がね、まず最初に脇腹のこの横が痛く、たそらく肺なんでしょうねで。右の肺をやられたんで、右の肺の脇腹が痛く、で、最初は微熱ですね、37度台ぐらいの微熱が続く。で、その次に今度は、 えー、お昼ぐらいから蒸せるような咳が始まるそしてその後は高熱になるということでで最初はね息苦しさはなかったんですよでその感染しておそらく3日目ぐらいの時にだん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 息苦しくても肩で呼吸して当然熱もね40度近かったんででそのままね、あのー、入院ということで大きなねそういう小児科が入ってるでかい病院で入院いたしましてで ざっと、ね、そこで約10日間の入院になりましたで入院してからは、えー、最初はねもうね、あのー、熱が下がらないんでとにかく脇腹からすべて氷枕付け状態で。 えー、点滴をしながらということで,で、結果的にその入院の肺炎の原因がマイコプラズマ肺炎でしたってことで、このマイコプラズマ肺炎ってすごく恐ろしくてねあの、髄膜に入るとね、頭がやられちゃってね、死に至るというちょっと怖い肺炎らしいんですよ。で、まあね、子供だからまあそういうねあの生命力がすごいあるんで、回復することができまして、えー、10日間の入院のうち、えー、退院することがなんとかできました。退院するまで、ね、何度かレンントゲン取って 肺に影がなかったら退院がオッケーですよ、血液検査で異常がなければオッケーですおそらくこれは白血球とか赤血球の関係なんでしょうね。で、それが第1回目のこれが肺炎だったんです。だから最初はね、本当にね、ここは痛みが始まったっていうのが、第1回目の肺炎でこういうことがありましたっていうことですね。 本当にね、これが今回コロナのことに、えー、コロナもこういう症状が出るかどうかは分かりませんけど、まあ、肺炎なのでね、肺炎っていうのはこういう症状から始まるっていうことが、まあこれまで1個目ですね。で、今回ね、動画が長くなってしまうといけないのでね、えー、次にね、あのー、成人になってから、えー、風邪をこじ出して肺炎になりましたっていうのをね、また別の日に動画アップしたいと思います。で、今回は一度ここで切らせていただきます。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございます。